から二子に行く途中に荷物詰め込んでる時になんか爆発して、私たちはもう避難して、あの新山のところを来たらすごい爆発音がして、なんだろうと思ってちょっと頭はね、あの原発よぎったんですけども、でもまさかという思いがあってね、それそのまま二子に着いたらもうすごい綿みたいなのが降ってたんだよね、やっぱりいつでもみんな走れっていうことで、それで急いであの二子の茶室にみんな入れてもらって、私はあの双葉町ではなくて出身が大熊町で、その時は双葉町社会福祉協議会に内定をいただいている状態で大学の卒業を待っていたので、地元に帰ってきてたんですけれど、家にいたら地震が起きまして、避難先はやっぱ駐車場みたいなところで、屋根のある駐車場みたいなところで、コンクリートの上にブルーシートを敷いて毛布にくるまって寝るみたいな生活だったので、私とかはあれでしたけど、お年寄りの方とかはやっぱり眠れなかったりとか、そういうのがいないよね。情報がどれが正しいのかがもう分からなくて、6号線とかをたまたま通った人にヘルスケアが潰れてたって私は聞いてたので、ああ私の就職先はもう潰れたんだと思って、地震で、うん、ああそうだったんだと思って、その知人の家の近くにアパートを借りて、たぶん1週間もしない時にで、テレビで見てるうちに埼玉県に避難してるっていうニュースを見て、あれあれみたいな、みんな無事だったんだと。